なかなかの味だな。このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、互いの味が喧嘩してね。こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。面白い。その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。楽しみに待ってるぞ。そうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。そうだな。この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえば、サソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるがな。それなりに手間だが、俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入るはずだ。集めたらどうすればいいんだ？ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めて三時のスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。私たちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから忘れちゃダメよ。なあサンジ、西の入り江に来たってことは、ここの砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか？ああ、そのはずだ。だけどどうやって探すの？みんなで手分けして潮干狩り？いいよナミさん、ここは俺に任せてくれ。食材集めもコックの腕のうちってな。あったぞ。こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんて、サンジすげえな。褒めたって何も出ねえぞチョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。でもサソリってどこにいるの？砂漠に行けばいるだろうが。一応スパイスビーンに戻ってサソリの居場所を聞いてみるか。サソリの居場所を知りたいって？なんだってそんなことを。まあいいか、サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おう。
それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。あれ？サソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。さっさと片付けるわよ。勝負だ。ゴムゴムのバズーカ。シシシ、やっちょっと。金なら切るまでだ。一刀流、いよい、シッソンソン。レディーが待ってるっていうのに、まったくやぼない。ボーッシャット。強烈なのをお見舞いしてあげる。サンダーボルト連発。あっつさ。サンジ。おう。お前ら遅れるんじゃねえぞ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。そっち行け。竜巻。ちっやるじゃねえか。ゴムゴムのブレッド。あいつらは俺が片付ける。バースコート。行くわよ。サンダーボルト。崩壊士の予報は聞くものよ。
今の力を試すにはうってつけだな。私一人じゃ。よし、行くぞ。ゴムゴムのガトリング。さあ、ガツンとかますわよ。サンダーボルト、ヘッド。レディーが待ってるっていうのに、まったく。ボーショット。よく覚えとけ。マリモのやつ。俺の。仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリング。いいじゃねえか。よっと。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ボーサンダーボルト、レッド。あっ、刺す。三刀流奥義、三千世界。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ボーショット。覚悟しろよ。ゴムゴムのバズーカ。シッシッシッ。ちょ、いくわよ。サンダーボルト、テンポ。ナミ。
お、腕が鳴るな。お、腕が鳴るな。さあ食え。これが俺の作った料理。おお、興味深い香りがするな。では一口。うわっ、これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取っただし、それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。8人分の水と食料は。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん、どうしたルフィ。また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよ。まあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、飛剣のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っていた。いやー、うまかった。いい腕だ。当たり前だ。サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう。よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ。待ってるぜ、高見で。エース、見ててくれよ。俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、
そうね。って、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから心配すんなって。ほら、持ってきな。絶品スープを飲ませてくれてありがとうよ。これでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのはこんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。私の出番ね。ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ？あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今？ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。できそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつ。何？その怪しい薬品は。まあ日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前そんなものいつの間に。いつどんな島に着くか分かんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたいだけど、仲間って何？
宴だ。にぎやかになりそうね。さてと、行くか。よし、飯だ飯。任せとけ。俺に任せろ。任せろ。私の出番ね。行くぞ。
レディーには指一本触れさせぬ。ゴムゴムのブレッド。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。その程度だ。クソ、違う。サンダーボルト。今行く。バースコート。さあ、うん、そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜け。へえ、それは便利ね。ありがとう、もらっていくわ。いや、なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。おかしいだろ。なあなあ、待て待て。本当か？うん、わかった。なんだ？よし。え、そうなのか？ルフィ！やってやるぜ！いいもんがあるじゃねえか。
言った。怪しい通りだな。お前ら気をつけろよ。本当か？
おい、なあ、いいもんがあるじゃねえか。やってやるぜ。いいもんがあるじゃねえか。うん？おう、わかった。おいおい。そうか。よっしゃ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ボーシャット。行くぞ。その程度か。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。行くぞ。てな、この野郎。
切る。行くぞ。竜巻。さあやるわよ。サンダーボルト。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリング。おっさー、わからねえな。ありがとう。うわー、感謝する。嘘でしょ。何よそれ。やれやれ。はあ、そんなことって、そうかしら。いやはや、はあ、ダメに決まってるでしょ。違うな。何が言いたいのよ。なあ、ナミ。なあなあ、ナミさん。わかったから。もう、やれやれ。ありゃ、身がねえ。あ、ルフィ。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞ、これ。ほとんど食っちまったって、怒ってるぞ。
ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって怒ってる。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行け。デザ、ごめんね。